いつものように私の大好きな声優さんのブログを開いたら、アザースという文字が目に飛び込んできました。その時私の頭に浮かんだのはハテナだけでした。どうやらそれはありがとうございますの略だと気づいて、へえと思いました。その後彼が出演する番組を見たり、 MC を務めるラジオを聞いたりして、彼の性格や人との接し方がよく分かってきました。そしてふとアザースを読んだ時のことを思い出しました。確かに彼らしい発言だと言えます。アザースのような略語は親しい関係を持つ人の間だけで使われるようです。アザースというメッセージからファンを友人として扱うという声優さんの思いがひしひし伝わってきます。また私がよく聞くアニメラジオで MC の一人が原稿を読み間違えました。その MC は相手に先輩頼むぜとからかわれると、ノリノリでさせーと答えました。するとスタッフも含めて全員が大爆笑しました。そのシーンがとても面白くて、いつも繰り返し聞いています。このさせーはすみませんを崩した言葉で、二人の仲の良さが強く伝わってきます。日常であまりさあせんを耳にする機会がないから、その会話は新鮮に感じました。最近ツイッターでよく草生えるというツイートを見かけますが、ん？草？どこに？と思ったことはありませんか？笑うを意味する WW、 多分皆さんはもう使い慣れていますね。時々ニコニコ動画でとても長い W だけのコメントが出てきます。その長さは書いた人がどれだけ大笑いしているのかを表しています。そこでスマホでたくさん文字を打つことを面倒くさがる人たちがひらめいたようです。長い WWW なんだか草に似ていない？と草の漢字一文字で片付けるようになりました。だから草生えるはすごく笑っているという意味です。全然植物と関係なくなりましたね。本来の意味と遠く離れた意味をその言葉に足す傾向は最近どんどん増えています。日本人でもその意味がわからない場合があるでしょうから、日本語を勉強している私としてはやめてほしいと思う時もあります。でもその反面、意味が分かった後感じる面白さに、いいぞもっとやれと思ってしまいます。時代とともにいろいろな略語が作り出されています。スマホで打ちやすいことや会話するときに話しやすいこと、略したら響きがいいなど、さまざまな原因で略語はどんどん増えています。もともとはサボるためにできた言葉ですが、相手に親しみを感じさせる効果が生まれるようです。また本来の意味と離れた新しい意味を知る時の驚きもあります。それは日本語を勉強する者にとって一苦労であり、でもそれと同時に一つの楽しみでもあります。私は次にどんな略語が生まれてくるのかを心待ちにしています。ご清聴ありがとうございました。